らっしゃいませ。お寿司好きな人はグッドボタンよろしくね。やっと入れたね。もうお腹ペコペコだよ。この店すごく人気だからね。さあ入りましょう。お寿司が回ってるところがいい。やだよ、こっちはミキちゃんが座るんだよ。マキちゃんが座りたい。マキちゃんが座る。ほらほら、二人とも喧嘩はダメだよ。はい、みんな何を食べる？パパが注文してあげるよ。ポチッと。あ、しまった、間違って会計ボタンを押しちゃった。はい、お会計ですか？あ、違うんです、間違ってボタンを押しちゃって、まだ何にも食べてないんです。わかりました、ごゆっくりどうぞ。もうパパったら。ごめんなさい。さーて、パパはもう食べたいの決まってるんだ。あ、あれ？季節限定特上大トロがないぞ。すいません、そちらのお寿司売り切れちゃったんです。楽しみにしてたのに。まあまあパパ、そんなに気を落とさないで、他にも美味しいものいっぱいあるから。とほほ、そうだね。よし、パパは頼み終わったぞ。みんなは何注文する？はい、私はサーモンが食べたいわ。サーモン、それは美味しそうだね。パパのにも追加っと。ミキちゃんは大好きなイクラ。イクラ、それも食べたくなってきたぞ。パパのにも追加っと。マキちゃんはエビが食べたい。エビもいいね。パパのにエビ追加。パパ、私たちの注文ちゃんと入れてくれてる？あ、いや、ちょっと先にパパの追加入れてて。パパ、すみません。さあみんな、お寿司を食べる前はちゃんと手を洗うのよ。あったわ。おや、ママどちらへ？さあ、お手手をきれいに洗いましょうって。あちち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 。ママ、そこお茶のお湯が出るところだよ。もうママったら、おっちょこちょいなんだから。お客様、お気をつけください。さあ、ミキちゃん、マキちゃん、もっとどんどん頼んでいいんだからね。わーい、じゃあマキちゃんシュークリーム。じゃあミキちゃんはレアチーズケーキ。はい、お待たせしました。次はプリン。ミキちゃんはメロン。はい、お待ち遠さま。ちょっと二人とも、お寿司屋さんなんだからお寿司を頼もうよ。あら、いいじゃない、美味しいんだもの。ママまで。注文のお寿司行きます。おお、来た来た、甘エビ待ってましたよ。美味しそうだ、いただきます。おや、甘エビがいっぱい流れてきた。きっとパパの注文と一緒に握ったんだな。さーて、次は何を食べようかな。ん？あのトロ、
美味しそうだな。でもあのお皿400円のやつだぞ。100円のやつだったら4皿食べられちゃう。これは悩むな。あら、そのトロ美味しそう。いただきます。あ、ママはそこ悩まないんだ。え、何か言った？いいえ、何も。あー、お腹いっぱいだ。みんなもごちそうさまかな。マキちゃんは4皿食べたよ。ミクちゃんは5皿だよ。わーい、勝った勝った。悔しい。ねえ、パパ何皿食べたの？パパは7皿だよ。すごいすごい、さすがパパ。ふふふ、さあママも行こうか。ママ、さすがに食べ過ぎじゃない？しかも高級皿もいっぱい。え、何か言ったかしら？ああ、いいえ、何も。さあみんな、外で待ってましょうね。それじゃあパパ、お会計よろしくね。わかると思うけど、お寿司のお店も本物みたいでしょ。